4000座れ。あれ取れんのか、取れんか。マジ当てられるそれ。うまい、うまい。あ、それはうまいわ。え、馬輪に来た。馬輪にやな。まっ、ビホールドやけど割れんのか。あれなんか当たるやつやな。馬ワニじゃん。オッケー。まだか。馬ワニやな。あ、死んだ。いや、それ当ててくる。あー、高い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 。ちょっとやろっか。8、9度目。オッケーオッケー、超えようぜ。あー、ダウンしてる。あれの回答が、いや、つきねえな。えら、なんかさっきから姿勢ぐちゃぐちゃにされるんやけど、姿勢で。当てすぎじゃない？それ。でかい。ダッシュ入れない。え、ちょっ、次仕留めるわ。ワンチャンボタンを押しま、なんか押せ、ジャンプ変えれる高さな気がしたけどな。まあまあいい。めっちゃガン攻めになった。なんか危なっ。
やーそれさ取ってくんの、あれ疲れた気がしたいけどな。上か、それ面白い。ワンチャンあれ上 B で変えられんように自分で死んだんかな。その説はある。それマジすげえ。最悪出んかった技が。まず一緒ね。オッケー。いやあれさちょっとあんまり良くないかもな。上 B で取り行くの。マジで取れる時じゃないといかん方がいいわ。いや強えこのワニ。はい。は、あ、そうなの。耐えたね。くたばっとけ。最悪。早くない？それで。その空母。逆転。惜しいけど。めっちゃいい戦いしてる。めっちゃ楽しくない？これ。めっちゃ楽しくなってきたね。はえ。展開が。あー、ミスった。基礎仕読みやったんやけどね。空母の当て感やね。外の空母の当て感と空車の当て感で割とボラれてるから。地上でのさ、回避の読み合いとかでは、そんなにやられてない気がするけど、やっぱ外やな。外のボラれが。けどこう、距離感が近いから楽しい。殴り合い上等って感じ。それクソ早えや。
そっちが掴んでくる。まあしょうがないな、ジャンプケースだし。これいかんほうがいい。まだいかんかー、おもっ。あかん、オッケー。そろそろニュートラルの受け身読まれるわ。ニュートラルの受け身やったな、今読んでたの相手。死んだ。ああそれは死ぬやつ、はあ、最大なよな、崖上がりから。オッケー、でこぶぞ。返さんよ。うわ、しゃー、わっし。ふぅ、5先でいくか。今3、2ね、で俺が2か。あー、はえー、このキンクル早くない？俺も早くなろう。攻める。母ちゃんに今はやめてって言ってこい。母ちゃんにな。五章だから。それおめずるいから。まだあるから、ゴス。降りてくるな。
早それ。全部かけ、まあ、キンクルのかけクソ強いしな、ダイアリの。それはしょうがない。ダイヤリ吸い込みがクソ強いよね、キンクル。マジ？何もせんで降りてくるんだ。これ意味やかな。これマジ無理。あれ、めくったつもりやったけど。はいや。43ね、これは受け身取れ。まあしょうがない、しょうがない。だってコースがねえもん。最悪、まあ死んだわ。これ失い地獄もんだ。
なんであっち投げた？ガノンが